グッドラブに溢れすぎてるんですけど、もう、ウハラグッドラブ夕日みたいな感じなんですけど。グッドラブ夕日。僕はすごい、男ながらに惚れております。本当？ネイバーフットだったんで、ネイバーフットだったんで、ネイバーフットだったんで。ネイバーフット？ディープスクワットの高と、ウハラ夕日です。はい、ということで、はい、10月の30日に、はい、配信リリースさせていただいた Good Love Your Love にちなんでですね、はい、今日はお互いの Good Love なところ、Good Love なところ、Your Love なところを、はい、こう言い合うってどうすか。ああ、めっちゃ素敵だと思います。え、俺から言っていいですか。お願いします。グッドラブに溢れすぎてるんですけど、もうウハラグッドラブ夕日みたいな感じなんですけど。グッドラブ夕日。彼は本当寡黙です。寡黙って、まあ、本当に真面目で、歌に対してもすごい一生懸命ですし、何よりも笑顔が素敵。スマイルグッドラブ。ありがとうございます。いやもうあのね、やられますよ。そりゃ。私が女性だったら間違いなく惚れてまうやろ。本当ですか。笑顔も素敵です、はい、あとねちゃんとね礼儀正しいし、ありがとうございますもうきちんとしてますし、もうねグッドラブでしかありません。はい、とてもないです。はい、はい、じゃあ僕逆に、はい、タカさんの、はい、いやでも僕が一番タカさんの、まあ、尊敬する点は本当にストイックなところですね。やっぱりストイック、はい、もう常に自分に厳しいなっていうイメージがあって、まあ、食事制限もそうなんですけど、タカさんは本当なんか物事になんか納得いくまで、自分が納得いくまでちゃんとやるなっていうイメージがあって、はい、あと責任感もあって、すごい本当尊敬するところしかないなと思ってます。こういうところもグッドラブです。ありがとうございます。ディープスクワットのゆういちろうです。根本良治です。はい、ということで、はい、まあ、ニューシングルがねグッドラブユアラブということで、お互いのグッドラブなとこということなんですけど、はい、ありますか。僕はもうゆういちろうさんは、男気あふれる男らしい、はい、性格が僕はですね、男ながらに惚れております。本当？いや本当ですよ、はい、まあ、やっぱりもう すごいついてこい割の男気たっぷりのゆういちろうさんのそういった一面が僕は、はい、グッドラブな感じのところかなと思います。そうですね、はい。まあ、僕は九州出身なんですけど、結構あの豚骨ラーメン好きなんですよ。で、亮次は意外と豚骨ラーメンめっちゃ好きで、いつもラーメン食いってね、で結構味の好みとか合うんで、はい、そこが、うん、まあ嬉しい、嬉しい。豚骨ラーメンを一緒に食べてくれるっていう、そこがグッドラーメン。いやでもいっぱいあるよ、その今食べ物で言ったけど、はい、他にもなんかこう結構音楽に対してすごい熱心で、まあ、そこに関しては結構ね自分の芯があって曲げないところとか、はい、僕はすごいいいなと思います。ありがとうございます。グッドラブです。ディープスクワットの形成と安崎です。はい、ということで新曲グッドラブユアラブにちなんで、はい、普段ねなかなかこういう話しませんが、お互いの尊敬する線を行きましょうか。はい、僕から、はい、じゃあ言っていいですか。うん、はい、ケイセイさんのグッドラブな部分は全部ですね。逆にグッドラブじゃない部分がないなと、はい、全て尊敬してます。まあ、特に常にエンジン全開なところといいますか、そのパワフルな形成でグッドラブです。疲れてるところ見たことある、まあ、疲れてるなって思う時もありますけど、やっぱりそれでもパワフルだな、形成さんのグッドラブです。ありがとうございます。はい、僕はですね、まあ、やっぱ優しさがあるよね。まあ、この社会情勢とかに、ね、やっぱなる前とか、結構一緒にね、ご飯とかも、はい、まあ、もともとちょっとね、ネイバーフットだったんで、ネイバーフットだったんで、ネイバーフット、まあ、すごい一緒にご飯とか行ったりしてたんですけど、まあ、結構ね、二人で語った時も、どんな時でも、やっぱり僕をフォローしてくれるっていう、それやっぱ感じてる。うん、お前が、こういう時もそうだよ、鳴らしてくれるよ。これ俺じゃないですよ。まあでも本当にね、なんかすごい困った時にフォローしてくれるところかなと思います。以上です。リアルサウンドをご覧の皆さん、こんにちは、ディープスクワットです。はい、ということで、10月30日に僕たちのセカンドシングルとなる、Good Love Your Love を配信リリースさせていただくことになりました。やっほー。
ございます。はい、この楽曲はですね、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいというドラマのエンディングテーマに起用していただいておりまして、ドラマの内容に沿って作った楽曲なんですけども、本当にその内容自体は恋心を表した歌詞というか、日頃口には出せないような恥ずかしいこともたくさん歌詞に詰まっていると思いますので、そういったところも踏まえて聴いていただければなと思います。そしてグラグラダンスというサビに合わせて作ったダンスもありますので、それも覚えていただいて一緒に楽しんでいただけたらなと思います。はい、そしてですね、11月の21日土曜日、19時からですね、ディープスクワット初のワンマンライブとなるディープスクワットプレミアムライブ2020ニューストーリーの開催が決定いたしました。よし、はい、今回ですね、まあオンラインという形ではありますけども、今までの僕たちのこの活動の集大成と、これからのディープスクワットの未来につながる新たな物語がここから始まるという意味でですね、ニューストーリーと名付けさせていただきました。まあ6人でのパフォーマンスはもちろんのこと、僕たち3人のディープオリジナルメンバーのパフォーマンスするコーナーも取り入れてですね、変幻自在のエンターテインメント、いろんな角度から皆さんにエンターテインメントをお届けしたいなと思ってますので、皆さんぜひご参加ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上、ディープスクワットでした。